ラクダ不動産の佐藤です。ライフコーディネーターの太田です。佐藤さん、今日ちょっと私気になることがあって教えてもらいたいんですけど、はい、不動産投資って始めようって思ってる人結構いらっしゃると思うんですけど、どういった感じで始めればいいですかね。最近興味持ってる人多いですよね。国の方でも日本全国民投資してくださいみたいな話になってきた中で、NISA とか始めて、株とか始めて、為替とか始める人もいて、の中で不動産に興味持つって人も結構増えてきてはいるので、そういう意味で興味持つ潜在層の人増えてると思うので、そういった方向けみたいな形の話はできればなと思うんですけど、まず一つ目ですね、あんまり安易に考えないでくださいと。いや本当に、まずそこからなんですね、はい、これ冗談じゃなく、不動産投資あんまり安易に考えないでほしいっていうのがあります、はい、不動産投資ってよく賃貸経営っていうじゃないですか、経営なんですよね、自分が経営者になると思ってくださいっていう話なんですよね、いわゆる消費者じゃないんですよ。賃貸経営やってるオーナーさんっていうのは消費者じゃなくて経営者、事業者になってきますから、すごく重たい責任も伴うような話になってきますから、あんまり安易に考えすぎずに、毎月勝手にお金が入ってくるものだというふうには考えないでいただきたいっていうのがまず前提としてありますね。その中でやっぱり一番大事なのが、一つ目の物件選びみたいなところはとても重要になっていきます。そもそもその物件選びをした上でも、その人が買えるのかどうかみたいなのも結構難しいんですよね。少し前までだとフルローン出ますよみたいなこともザラだったんですけれども、かぼちゃの馬車事件があった後っていうのは、こういう収益物件の融資っていうのはだいぶ厳しくなっていて、基本的には自己資金で2割から3割一元さんの場合だと求められることが多いですから、例えば1億円の物件買おうとしたら2000万から3000万円手出ししなきゃいけないよみたいな話になってくるわけで、そこまでの規模のものを最初にいきなり買うっていう人は少ないかもしれないですけれども、自己資金なく簡単に始められるものではないですよっていうところをちゃんと認識してほしいなというところですね。あとはいろいろなリスクもありますっていうところをちゃんと理解しておくっていうところですかね、今お話しいただいた中で、かぼちゃの馬車とかあったじゃないですか、はい、レオパレスの問題があったりとか、それこそいろんなリスクがあると思うんですけど、そのあたりも教えてもらいたくて。先ほどお話したように、賃貸経営、経営者になるっていう中で事業に伴うリスクっていうのはたくさんあるんですよね。例えば一つ、中で人が死んじゃいましたというのは、その物件いきなり事故物件になるわけですから大きなリスクとしてありますし、その場合っていうのは売買価格にも資産価値としても一気に低減しますし、賃貸出せるような賃料っていうところにも一気に跳ね返ってくるみたいな話もありますし、人に貸してるわけですから、その入居者さんが中で火事を起こしましたっていうような可能性もありますし、人に危害を加えてしまいました、あるいは事件事故が起こりましたというようなところもありますっていうところですよね。あとはその場所から動かせない、だから不動産っていうのを読んで字の通りなんですけれども、だからこそ例えば地政学リスクみたいなところもありますし、天変地異のリスクみたいなものもあるというところで、ほっとけば勝手にお金を生んでくれるものではないんですよね。賃貸経営って今いろいろお話ししたようにリスクいろいろあるんですけれども、手をかける必要がすごくあるものだというふうに思っていただければと思います。逆に言うと、手をかければかけた分だけ返ってきてはくれるんですよね。うまくやってる大家さんっていうのは自分ですごく動きます。例えば現状回復とかに関しても、管理会社さんお願いねポーンじゃなくて、こことここをこういうふうに直すことで次の入居者さんが少しでも早く決まるんじゃないかみたいなところを考えに考え抜いて、その仕様みたいなところも細かく決めていって、あとは仲のいい修繕会社さん、職人さんとかを見つけて、そういう方に速やかにリーズナブルな金額で入ってもらえる体制を構築するとか、そういうところまでやって初めてってわけでもないですけど、やることによって不動産というところは美味しくなってくるというか、事業として成功により近づいていくっていうところがあるので、そういういろんな苦労をかける覚悟があるよっていう方は踏み込んでいただけると面白い世界ではあるので、いいのかなというふうに思うんですよね。例えば1棟とかの投資だったら、私も仲のいい職人さんとか、はい、管理は任せてても、そういった人たちに相談することによって次の入居募集も早くなるし、いいと思うんですけど、オーナーさんになる人は収益不動産を売っている業者さんに言われるがまま、お金払ってもらえればこれ買えるんですよ、ないしはもう融資で全部買っちゃいましょうみたいなところでお任せしますよっていう風にするのではなくて、勉強してほしいんですよね。それが一番大事で、自分でどん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 情報を仕入れていって、不動産業者より詳しいよ私っていう風に思えるぐらいになっていかないと、不動産経営、賃貸経営っていうところが軌道に乗っていかないので、本当にそういう意味でうまくやってる大家さんみんなすごい勉強してますから、私の知ってる大家さんとかもいろんなセミナーに出たりとか、いろんな本読んだりとかしてっていうので、それで軌道に乗って10棟20棟30棟みたいな、どん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 広がっていってメガ大家さんみたいになっていくので、情報収集っていうところが非常に今後重要になってくるっていうところもしっかりと念頭に置いておくっていうのが大事ですよね。それを考えると、不動産投資始め
める段階でいろんなそういうセミナーに参加するとか前向きに動けるみたいな、楽して儲けようじゃなくて、うん、ちゃんと勉強して経営をしていこうみたいな意識じゃないと難しい、はい、これマインドセットの話なんですけど、やっぱりそこが一番大事だと思っていて、一番失敗する事例っていうのはさっきお話ししたような投資用物件を販売してる業者さんに言われるがままとりあえず買ってみましょうみたいな形、うんうん、これワンルーム投資でも一棟投資でも同じですけど、そういう風なやり方をした人が大体後々こんなはずじゃなかったっていうんで相談にいただくみたいなことが多いですから、しっかりと考えに考え抜いて自分で理解した上で目の前にいるこいつよりも私詳しいんだっていう状態で動くっていうのが大事ですよね。その話を聞いて一棟借り上げとかあるじゃないですか、はい、サブリースとかだとマンションのワンルームとかで楽して儲かりますよみたいな感じで勉強せずに始められて、なおかつ毎月毎月家賃収入があるから勉強しなくて任せてそのまま楽できるなみたいな感覚でみんな買っちゃうと思うんですよ。だからみんなそういうのにハマってっちゃう。サブリースも全部が全部否定するわけではなくて、一部そういう方法を取っても損にはならないかなっていう方もいらっしゃるんですけど、例えば大地主さんみたいな人とかですよね、もうたくさん不動産持っててその一つがどうなったってその人には影響ないですよみたいな、そういう人は逆に言うと手間をいかに削減するかみたいなところでサブリースを選択するっていうのも選択肢としてあるかなというふうに思うんですけど、いわゆるサラリーマン大家さんとかみたいな方が手間を削減するためにサブリースを選択するっていうのは大事なんじゃないかなというふうに思います。それすごい大事なポイントですね。みんなそこ逆なような今気がしてて話聞いて、そうですね、うん、ファイヤーみたいなのがブームになっている中で、うん、投資がいろいろある中での不動産を選ぶ人っていうのはやっぱり手間が削減できるから選びますよみたいな人もいらっしゃると思うんですけれども、そんな安易なものではないですよというところはよくよく認識した上で始めてほしいなというふうに思いますね。不動産投資を始める前に知っとくべきことがたくさんあるんだなってすごい今思いました。たくさんあります。大きい買い物じゃないですか。自宅を買うのも大きいですけど、不動産投資をするって最悪自分で住めばいいやっていうわけではないですから、大きな買い物をするっていうことを自覚した上で本10冊読んでから始めてほしいなと思います。そのぐらいなんですね。たまにご相談とかで最後は自分で住めばいいからっていうポロって出たりするじゃないですか。まあそれならそれで考え方としていいと思うんですよ、うん、最悪自分で住むみたいな考え方もあるんですけど、うん、例えば10部屋ある部屋自分で住むわけにいかないじゃないですか。そうですね、一棟マンションで、うん、そこは出口戦略みたいなところも事前にしっかりと想定しておいてっていう中で、うん、本当にその物件がいいんだってなったら買っていくっていうところがやっぱりすごく大事ですよね。自分がまだ進める中で分かってない部分があるなというふうに思うんだったらもうストップしてほしい。言われるがまま進めてきたけどこの点に関して自分はまだ腑に落ちてないよって思うんだったらストップした方がいいですね。それって佐藤さんに不動産投資を始める段階で相談を持ちかけてもいいんですかね。持ちかけていただいても構わないんですけれども、そもそも今のご時世買えない人非常に多いですよっていうところからになっちゃいますよね、うん、先ほどお話した通り2割3割の自己資金投入みたいな話になってきちゃいますから、うんうん、本当にそれやりますかみたいなところですよね、うんうん、それだけの資金を投入するのであれば不動産以外の選択肢もたくさんあるわけですよね、うん、その中でも不動産を選ぶっていうところのその人の中での必然性みたいなところがすごく大事になってくるかなというふうに思います。ここまでネガティブな話しましたけど、不動産投資面白いものであるんですよね、うんうん、さっきお話した通り手間をかければかけるだけ自分に返ってきてくれるみたいな世界ですし、うん、すごく一生懸命やってる大家さんは自分が持ってるアパートを自分の息子より可愛がってるみたいな人もいますから、うん、自分の子より可愛いんだよねここみたいな言ってる人大家さんでいましたし、愛着があるから管理状態も良くなるんですよね、はい、エントランス泊とか愛着があるからこそ少しでもそこを良くして人物さんにも気持ちよく住んでほしいというような考えがそのまま反映されてきますし、細かいところですよね、うん、キッチンのライト引っ張る紐がありましたと、うん、300円ぐらいで買えられますよみたいなものが黄ばんじゃってましたよ、一つ買えるだけですごく印象が良くなりますよみたいなことを、うんうん、その一手間をかけられるかどうかみたいな世界になってくるわけですよね。そういうところは自分でどん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 良くしていく気概のある人が不動産の経営をする人になっていくみたいなところなんだなというふうに思います。それを考えると悪いところだけじゃなくて楽しみとして不動産投資を始める、はい、若い方とかだけじゃなくて子育て終わったから挑戦してみようかな、愛着を持って楽しむものとしても、そうですね、楽しんでる人いっぱいいますよ。やっぱりうまくいってる大家さんとかみんな不動産楽しんでますし、不動産好きなんですよね、うん、面白いものではありますから、うん、あんまりに安易に考えすぎてる人が多いので警鐘を鳴らすようなお話をしましたけれども、そうではない部分っていうのもたくさんあって、不動産ならではの良さみたいなところもたくさんありますから、そういうところはどんどん
知っていってほしいなというふうに思うんですよね。私も実際そういう感じでいろいろやって人と持つ流れもいっぱいできるし、楽しいですよ、はい、やっぱりいろんな業者さんと付き合いも増えていったりとかっていうところもありますし、うん、その中でいろんなことに興味が湧いてどんどんチャレンジしていってみたいなことにもつながってきたりもしますから、これから不動産投資始めようかなみたいな方は、今日はどちらかというと具体的なテクニックみたいな話よりはマインドセットみたいなところとか考え方のお話をさせていただきましたけれども、まずは本10冊読んで開始してほしいなというふうに思ってます。今度はおすすめの10冊の本を用意してもらって す,、ね、すごい私も気になるんで、あとは10冊読んだ後に自分で宅建証を取ってほしいなと、はい、別にそんな難しい資格でもないですから、宅建証ぐらいを取って始めましょうっていう感じですかね。プロ中のプロになっていただいて、その方がより楽しんでいけるんじゃないかなというふうに思います。この動画最後までご覧いただいてありがとうございます。本日の動画いいなというふうに思っていただいた方はですね、高評価だったり、あとはチャンネル登録、あとはコメントですね、不動産投資これから始めたい方とかこんなところが不安なんだよみたいなことあればコメントいただければというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。本当に勉強になったんで、いいねと思った人は佐藤さんの方までご連絡いただいてなんだったら本を持って問い合わせいただいてもよろしいかなと思います。本日は最後までご視聴いただいてありがとうございました。ありがとうございます。